これやでね、イヤホン型マイクやでね。よし、でね、この全部の魔王を倒したいわけですよ。僕これを倒したいわけですよ。竜王からいきましょう。これね、じゃあやるわ。この途中に親来たら絶望やな。行くわ。見えなくなるから、今から見えなくなるからね。コメントごめんね。やるわ。行きます。よし、オッケー。さて問題はこっからよ。モンマスと勇者でいきます。はい、モンマスと勇者、右に2回でモンマス。まずは右に2回でモンマスですよ。で、今カードスキャン1枚目は学習しました。プラス1回押す。下アルミナージ、これアルミナージ、これは絶対アルミナージやから、これ大丈夫。学習したぞ俺は。戻る。で、次にこっからが道なんだよな。ドラゴンキッズ行きたい。竜王に効果のあるドラゴンキッズ、どっちの技も竜王に効果があるから、ドラゴンキッズならそれを引きたいんやけど、引ける自信がない。行くか。どのあたりや、38ページの中から。このあたりやと思うんやけど。あんまリアクションできないからね今は。これや、これドラゴンキッズや。これはドラゴンキッズや。誰が何と言おうた。で、もう一体どうしようかな。HP が足んない。HP が欲しいな。アルミナージ、ドラゴンキッズときたら HP がちょっと足んないから。どうだろう。呪文で。赤サタン、海竜。海竜にしよう。事後フラッシュ。事後フラッシュ使えるからね、海竜なら。だから、1、2、3。の、この辺りじゃない？この辺り海竜だと思っとる。俺はこれを海竜だと思っている。俺はこれを海竜だと思ってる。行くぞ、アルミナージ、ドラゴンキッズ、海竜。なんかもう不安しかないんだけど。おまけにテンションまで暗いからね、今は。そのせいで。ああ、相性ない。相性ないってことは、海竜、ドラゴンキッズ、ないな。2P チーム。で、これも練習したから大丈夫。押す。下、右。これ勇者。で、1、2、3、4、5、6。これ、ブンブンって言うんやんな。で、そしたら、左、下、これ。ね、三神器ね、これね。これ三神器ね。オッケー。どうしよっかな。これどうしよっかな。音も何でもいいんだよね。でも竜王に弱点をつける。雷。リザードマンいけんじゃね。リザードマン狙いたいな。ラリルヤで結構近くじゃない？で、ライノソルジャーとかになっとるで、多分。リザードマンやで、ライノソルジャーの一つ右だと仮定したい。これ。あ、間違えておる。これ。これリザードマン。頼む。これリザードマンや。頼むぞ。あと、雷属性。雷属性を使いたい。雷が使いたい。雷。勇者で雷は、バサカ。バサカって左上におるよな。赤さだな、歯の。ってことは、歯さえ引き当てればいけるのか。よし、行こう。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、待てよ。勇者って確か14ページしかないよね。赤さたな、歯やで。これかな。
もうわかんなくなっちゃったじゃん。まだ大人に親は早く行けや、ほんとに。なんで部屋戻っていった、戻んねんな。早く行けや、もうほんとに。言うぞ。よし。このストレスを、もう冷静にクリアしたろ。こうやったら、このストレスのまま。このストレスのまま、俺は冷静に優を倒す。正直私今、正直すごいストレスが溜まっております。リアル的な二重のストレスですね。はい、それを今無料でぶつけたいと思います。目隠しでも勝てんだよお前なんざいけんのかな。目隠しでも勝ったろ。こうなったらもうこのストレス無料にぶつけたろ。親フラっていうやつのこの親がね、もう常にもう今日一日てか最近親のね話にすごいイラ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 してるから、それぶつけたいと思います。いいのかこの配信、これでいいのか俺はもっと始まりをハッピーにするつもりだったんですけどね。1日目でこれですよ。はい、あ、間違えておる。どれや、これ、これどんどん切り、よし、当たっとる、当たっとる、絶対当たっとる、よしよし、当たっとるよ、絶対当たっとる。さあ、技、技ガチャ。ガトリングアタック、悪くないか、はぐれメタルか、悪くないんじゃない。ガトリングアタック、あ、スターライトね、はい、スターライトね。これはガトリングアタックってことはモンスターマスターではぐれメタルを選んでるってこと。そうやな、勇者と組んでるんやったらバブルボムになるから絶対。ってことは、ん？あ、大丈夫やか。はぐれメタルは、モンスターマスターで選んどるってことか。ん？何をした今？何食らった？これ、おたけびやね。さあ、こっから攻撃していこう。何？何来る？え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 ？嘘？マジかよ。よし、これアルミだ、合ってる、よし、けい、え、嘘、引いちゃったの俺、え、これ誰、これ誰だ、え、空高く飛び上がった、空高く飛び上がる、ミスが出た、大きい槌、大きいルチ、はぐれメタル、アルミラージ、ナイトリッチ、スターライト、誰だあと、やべ、誰だあと、わかんねえ。よしよしよし、これヒットアンドウェイね。オッケーオッケー。アルミラージ、多分それでいたんだよね。結構いいパーティーじゃない？これ大きいルチだもんな。あ、モンスターマスターにいる、大きい槌が。ってことは、待って、モンマスパーティーが大きい槌、アルミラージ、ハグメタルか。モンマスパーティーが、アルミラ、ハグメタ、大きい槌、ナイトイッチ、スターライト。あと誰だっけ、え、あと誰だっけ、あの、軍隊ガニか。わかったわ。うん、ダブルボム。ここ。お、悪くないパーティー。これ本当にいけんじゃね？ジョン。ここ。感覚で覚えてけ。感覚で当ててけ。技を。なんか食らってんな。火炎かな。煉獄の火炎っぽいな。ベギラゴン。これベギラゴンね。うわ、どうだろう、食らってんのか、結構 HP 低そうだな、これ。これナイトリッチ本当に当てたんだ。はい、
はい。今回ナイトリッチの強すぎじゃね？ナイトリッチの強くないこれ。やるか。どうだろう。赤で行くしかねえな。ギャンブル的にもね。全然わかんない。心眼、心眼、剣舞色。赤マックスと見た。勝てる。いきまーす。怒りを込めてランダする。しゃ。オッケー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 。これはデインを捕らえた。はい。これ勝ちじゃないか？これ勝てんじゃね本当に。これ普通に勝てるかもしれん。これ今回パーティーが良すぎる。いいのかこれ。これ大きいルチがパワースタンプが鍵だな。これパワースタンプ当てるかどうかよ。お前それしかしないのね。ナイトリッチ、ナイトリッチや。お前は分かる。肌で分かった。あとは勇気が溜まってるかどうかよ。この目隠しやってる以上ね。ってことはもう HP 少ないの？向こう瀕死？結構向こう瀕死か。俺レベルになってくると勝てんのか？おい。目隠しで勝てんじゃねえか俺な。しゃ。よし。大放電。ここ。よし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 、順調じゃない？これも順調。今回パーティーマジでいいぞ。え、これ本当にいいんじゃない？これ赤目倒せるかも、本当に。あと、ダメージ換算ちゃんとしといた方がいいな。ダメージ計算。ちゃんとこっちの耐久力をちゃんと。これはスペシャルカードもらったんやろ？ちゃんと HP 考えとこ。ハグリンとワクルミナジやろ？今回全員称号なはずやで、1P チームがだいたいまあ2000、まあだいたい1800かな。で 2P チームがだいたいね HP 4800ぐらいと思う。うん、来た。こいつなんだよな。だいたい HP 4800しかない。こっちの HP はハグリンもおるし。ただパーティー的にはすごいいいんだよ。これでワンチャンいけんじゃねえか。目隠しで俺倒せんじゃねえか、竜王な。行くぜ。勝つ。俺は勝つ。この親フラというストレスを抱えて、親の最近のね、言葉の暴力っていうね、最大のストレス抱えて俺は行く。はい、ドラゴン斬り。削り切った方がいい。竜王削り切れる。竜は削り切れるから大丈夫。赤目や、こいつは。赤目の方が削り切れるというか。いけるぞ。よし。順調じゃない？よし、スターライトね。はい。よし、できればつばぜで勝ちたいけど難しいでな。うん、どっちかって言ったら目隠しない以上削り切った方がいいんだよね本当は。ひっくり返す。あ、間違えたな。あ、でもできとんのか一応。いいよいいよ。罰よりよっぽろいい。あ、いてつかのね。まあまあまあ、ラッキーじゃない？これ逆にラッキー、ラッキー、ラッキーと見よう。うん、ラッキーと見た方がいい、これは。うん。誰？あ、アルミラちゃんね。チョン！よし、弱点も取れる。アルミラちゃん今回マジで使えるぞ。
よしよしよし、いいよ。大きく貯めていいよ。貯めていいけど、アルミダちゃんちか溜まってなくね、これテンション。意味ねえ。何も意味ねえじゃん。あ、よし、引きちぎるやろこれ。引きちぎるを避けてんだ。一発避けるだけでかい。なんか食らったな、誰か。誰かは食らっとんのか。うん、オッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、いけるよこれ。ちょっと怖いな。プラス押せてんのかな、ちゃんと。オッケー、押せてる、オッケー、出るね、押せてるね。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。あ、いいね、ヒットアンドレイはいいよ。OK、 竜王ぐらいいける。個人的にこれにおいてね、あ、ミスってたか。個人的にこれにおいてね、竜王は絶対楽勝と思っとる。鬼門なのが指導とかやけど。はい、鬼門となってるのはゾーマとか指導。いや、竜はもうオープニングステージやん、名前。竜はオープニングステージですよ、皆さん。目隠しても勝てますから、私レベルなら。大丈夫かな。引きちぎるめっちゃ食らってるけど。大丈夫これ、HP。ここね。アルミナちゃんマジで刺さってるからでかい。OK、OK、OK。早すぎかこれ。これ早すぎかな。お、いいね。いいよ、いいよ。何来るやろう。なんかめっちゃ食らってる。HP 大丈夫かな。んー、HP 的にどうなんやろ。HP、これ実況で聞こう。ってことは、まだ大丈夫。まだ耐えてる。まだ2000ぐらい HP が余裕あるんじゃないかな。ってことは。赤で。9、8、7、6、5、4、3、2、ここ。いきます。いくよ。ガトリンガトリン、まあ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 、これならどうせ動けないしね、あいつ。あー、もっと遅く。勇気溜まるかも。勇気溜めるかもしれない。よし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 、あるよ、あるある、普通にある。アルミナちゃん通じ合ってるから大丈夫。俺とアルミナちゃんは目隠しで通じ合ってるから。大木内一回待てないな、お前。大木内がお荷物だな。暗黒ゾーン、うん、これは。いけっか？押し切りたいね。一気に押し切れるかってことは相手の HP がもうない。ほとんど。いける。勝てる。よっしゃ！うん、スターネット、スターネット、いいです、いける。またやな。ここで決まった、え、決まった。取っていい、やったやったぜ。あ、余裕じゃん、見て、余裕、余裕じゃん、余裕っすね、こん、ま、俺にかかればね、ま、僕にかかればね、僕にかかればね、余裕ですよ。